なんだろう、こう暑い外からエアコンのある部屋に入ってきた時のちょっと匂いとあれみたいな、わかんねえか。ちょっとわかんねえけど、でもまあ夏だよねこれ。夏、そう今夏じゃないけどね。でまあわかんない、あの蒸し暑い感じからさ、うん、エアコン来た、つけたばっかだから匂いするみたいな。俺んちのエアコン汚いんじゃねえ。俺んちのエアコンフィルター掃除してねえじゃねえ。掃除してるしてる。松尾のフィルター汚ねえことをバラしていくスタイルになってる感じ。ちょっとやめて、みんな共通だと思ってこれ。うん、これ難しくない？絶対難しい。妙な転調してますしね、これ。これやったことあったっけ？何度もこれサビにぬるっと入ってくるんですよ。そうだから分かりづらいんですよね。高松さん一番辛いかもしれない。でも僕はこの映画は子供連れて見に行ってるんで。ソロワークですか。そうで、しかもやっぱ夏だったんですよ確か。大体夏ですよね、ポケモン映画も。そう、地形の映画ってそうですよね、うん、そう、これ聞きながらさ、こういうのしたいなって思ったよ俺は。これねしたいなって思った。あれ画面止まってる。あ、僕だけかな。これはそう、なんかもう、このね、そう、でも叶わないんだよ男子校だから。ああなるほど。男子校でもあってよかったんじゃないですか。そう、あってもいいんだけどさ、そういう球じゃないじゃんね。ほう、ほとんどいなかったよやっぱり男子校だと。中学から彼女いるって人ほとんどいなかったかな。高校入ってちらほら。そうね、そうね。あー猫さん、そうですね。あ、あプチプチと切れてる場面。30分に1回切れてます。はい、はい、そうそう、何も言えなくて夏の、あの何も言えなくてただメリークリスマスっていうバージョンもあるんですよ。何も言えなくて冬的な。さあじゃあ行きましょうか。僕ちょっと合わせに行っていいですか。はい、はい、おでいてから OK です。あ、歌入りね。はいはいはい、行きますよ。ワン、ツー、ワン。あ、そうじゃない、全然欲しい。あー、なるほど。関係はいたってフラットだ、何でも話せるくらいかな。付き合いは長いが何も変わらないよな。せっかく用意したムードも着されて終わってしまうんだよ。打ち明けられないまま、格好もつかないまま、君がいる気がした。いつか
Cメロ来るんだって思ったら転調だったあそこは難しいですよね。そうなんですよ、サビ2回連続で来ちゃうやつ。やっぱ転調の天才ですよね、スキマスイッチって。本当に上手くないですか。そう、スキマスイッチ、ね、でもなんかいいんですよね。例えばこの曲であれば半音半音上がってるだけじゃないですか。そうですね、うん、でもそういうのって実は結構面白いんですよね。空気感変わってくるし、うん、変わるけど統一性もあるじゃないですか。そうそうそう、それがやっぱすごいですよね。またちょっと木をてらった店長の面白いのもあるけども、うん、やっぱこういうドーンっていうのもいいですよね。そう、店長してる曲好きかもしれない。ももさん、ぐっさんいいねって。ああそう、来てますね。ありがとうございます。ということはあれですね、アスカの今日の配信を見てきたんでしょうね、多分。アスカの今日の配信8時からあの僕らと被って、僕らがちょうど移動してるタイミングであの、はい、チャギアスのアスカが、あ、そうなんですか、インスタライブ配信をしてたらしいんですよ。へー、すごいね。どんな質問でも答えるよって。そうそう、どんな質問が来たんですかね。わかんない、まあ、まあそこら辺はね僕らもやってみたいですね。どんな質…チャラかった、チャラかったアスカチャラかった、チャラかったどんなテンションで見てたの。そう、いつの間にか転調してるっていうのいいですよね。うん、気づかないってやっぱすごいですよね。なんかあのこういうあの半音ずつ上がっていく転調って、こう空気がどんどん上がっていくっていうか、うんうん、最後に向けてそれを自然にこう流れでやれるのって、うん、やっぱ力、能力ですよね。いいですね、曲作り構成の能力すごいですね、うん、無理に転調しようと思うと違和感出ますからね。そうですね、ガラッと勝ちますからね。まあでも無理にそれをやるのも面白いんですけどね、うん、そうそうそう、あ、またそうそう言っちゃったさあ次が、あ、じゃあ僕チャギアスやっていい？お、順番的には今、いい、今日そうね、ボーカル3人回す流れ で、ね、何やろう、チャギアス、チャギアスで、チャギアス、チャギアスで知ってる曲どうでしょう。多分ナナ君知ってる曲どうでしょう。いや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 しますか。それしか逆に知らないですよ、僕多分。じゃあ、ややしましょう。おお。知ってるって言ってもそこだけですけどね。ヤーパートしか知らないですけどね。ヤーパート。デレデン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 。全然わかんねえ。しかも僕今もうあれですね。ひらがなでやややって打ってくる。ややコードって打って。出ました。カタカナで出ました。
出てきましたね、ちゃんと優秀ですね、最近の検索。グッズさんは曲は知ってる。わかります。ヨークも知ってる。多少多少。ということはハモリが入ってくるってことですね。うわ、雰囲気でいきましょう。はい、元気になる、いい曲ですね。そうですね、この時期に。そうですね。これでもなんか割とアスカってこう抽象的な言葉使ってくるんで、具体的に見えて割と抽象的っていうか、あれ何言ってるんだろうみたいな気がしますけどね。Hanging there, wow, 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 wow. 消えないこ。さあ。知られたくない、百あるアマゾンな話なら一度は触れてみたいさ。自分をなくさぬために、今から一緒に、これから一緒に殴りに行こうか。激しく切ればいい、丸い刃は治りたい、後に残る傷跡は無理には隠せやしない。夜明けの空と騒ぎ立てずに、その身を分ければいい。生きることは悲しい、信じる言葉はないかい。わずかな力が沈まぬ限り、涙はいつも無理になる。今からそいつを、これからそいつを殴りに行こうか。Whoa, whoa, 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 whoa. Yeah.
ってきた。いやいやいや、あれ何の曲でしたっけそれ。いやいやいやって曲か。どれが？ビートルズがやってきたのやつ。ビートルズがやってきたやや、多分あの日本版のタイトルですね。映画のやつですよね。そう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 。最近教えてもらいました。ハードデイズナイトだそうです。お兄ちゃん、お兄ちゃんいつの間にかお兄ちゃんいる。あ、いや、そういらっしゃいましたよ途中から。そうそう、お兄ちゃんあのあれですよ、ネットデュエットをやりたいっす。ああ、そうです ね、そういう話を。そうそう、ずっとしてましたね。あ、そう、振り返ればやつがいるなんだよ。いやいやいや、石黒賢と小田裕二。おう、そうそう。あ、誰も知らないそのドラマ。ちょっと分かんない、ごめんなさい。高松さん、フロントのカメラが充電やばっす。え、なんで？多分繋いでない。止まってますね。今日あんまりスティック落としてないでしょう。そう、マイスティックだからです。すごいね、やっぱそれだけで違うんだね。結構当たり前じゃないですか。さすが。え、ちゃんとアルコールもあれじゃやっての、それ。いや、保湿せずにいいですからね、これ。保湿したらもっとハイパワーですよ、すごいね、僕。今日やっぱりマイスティックが一番ですね。いいじゃん、マイスティック。何何それ 何が言いたい。何が言いたいで、ね、喧嘩腰だな。グッサンもちょっと比較してみてください、これ。何を？2本。ああ、そういうこと。そう、マイがどっちだった。結構、白い方がマイ。ああ、結構違うんですよ、やっぱり。太さが違くないだと思って。そう、結構ありますね、それ。違うよね、はい、やや、本当に、やや、やや。お、やや、やー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 、違うよ、本当。1ミリぐらい。どうでしょうね。ほんの数ミリだけ違うよね、多分ね。重さも結構僕の方が重たいんですよね。先端にかけてもやっぱこれ細いもんね。そうですね、ベースに置いてるやつって。ナナ君の途中まで結構太いもんな。いいですよ、これ。ぜひドラマーの皆さん、ビッグファッツで使ってください。商品レビューみたいになっちゃった。ブンブンハローになっちゃったね。そうですね。あ、うん、バーカバン、すいません、下ろしてやべ、手汗すげえかも。拭いて、ちゃんと。うわ、ぎっちょ。ギッチョだから拭いて。いやギッチョですからね。お、左利きって意味な。あ、そうなの、ギッチョって。え、ギッチョって言いますよね、左利き。左利きのこと。普通にそれ言いますけど。ええ、全然馴染みなかったね。え、まあでも昔の言葉ですよね。うん、おー、やっぱいいですね、ここに来て。知らないうちに、知らないうちにたぬきさんもいる。あ、ほんとだ。こんばんは、たぬきさん。ポン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 、音がフィーゴー。そうっすね、そうっすね。さあさあ、しゃべらないとプール、パシャ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 。なんなんそれ。あれですよね、EXIT。 EXIT ね。あー、なんか前も言ってましたね。東海道中、膝クリエです。おってな。お、そう、おって言ってる時に限って僕にカメラが回ってる。そうそうだそうだ。え、落としとるやん。あ、置いてた。ギッチョっていう言い方は差別語だからあれですよ。あ、そうなんですか。言っちゃいけないやつですよ、これらしいですよ。左利きって差別されたんですか、昔。やっぱ右手の人が多かったから、そういう時代はあったんじゃないですか。マジョリティがさ、全然知らなかったっす。お箸もだって、はい、強制的に直されるみたいな。あ、僕直されましたよ。やっぱそうですよね、はい、箸だけ右ですね、うん、そういう人結構いますよね。そう、姉貴も左利きで、うん、ずっとあれですよ、あのファミレスとか行った時の席、あれなんですよ、はいはいはい、あ、ちょっとそっちじゃなくてこっちにしてっていう下りをもう多分何十回やってる。お、手が当たるからさ、右と左利きで食べるときに。そのくだり何回もやった。いいね。だってドアでも別によくはねえだ、開けにくいって言いますもんね。あの、改札がやばいっす。かい、あ、そっか、あ、改札は大変だよな。左手でこうやって言いますもん、僕。こうね、そうっすよ、うんって、うん、だってハサミも、うちはあの上の娘が左利き、はい、で次男も左利きなんですけど、はい、やっぱハサミも左利き用のハサミありますよね。そう、そうなんですよ。あとボールペン、ボールペンも、あのボールペンって回るタイプのボールペンじゃないですか、はい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 、あれだと本当左利きだと回らないんだ。回らないんだ。そうなるんだ。からちょっと高いの使わないとスラスラ書けないんですよ。大変だな。あ、
田辺さん、そうですね。でもあのスポーツは左利きが有利なケース結構ありますね。野球でもそれこそ卓球も多分そうなんでしょうね、うん、やっぱ数が少ないだけに。残念ながら僕スポーツ系は全て右利きなんですね持ってんね。テニスだけ左ですね。おテニスだけ左え、野球は右ボール投げるのも右で、なぜなぜそう、わかんないんですよ。なぜで、サッカーも右足だし。違う、あの、違います、違います、違います。あー、あの、インディアンの話してます、もしかして高橋さん、マジで今だって、なんか破裂音してなかった、破裂音、破裂音してたよ ね何破裂音。俺も思ったよ、だからそういう時の話かと思ってね。本陣にも高橋さん、破裂音だったよね違う、びっくりしちゃったよ、おじさんは。おじさんね、あー、左利きを強制って話ですね。聞こえた何が、敦子さんの聞こえたは多分陽君と僕の破裂音話かもしれない。破裂音さあやめさあさあさあ、はいはいはい、まあ、よろしい、ここは禁止されててもさあさあ言うしかない ね次、これはね、あの陽君が何をやるかを今調整ターンですからね。松尾、あれは時間は大丈夫ですか今が敦子さんダメよ23分だから、あの曲を決めて次のスタートでやるやつ、ね、うん、あ、そうですね。なんか他行、え、僕他行が破裂してたってことですか。あ、そうです、そうです。あ、で、なんか違うことに聞こえたってこと。あ、そうです、そうです、おっしゃる通りです。さささささ前を見て、前を見て進んでいきましょう。何言ったんだろう、前を見て進んでいきましょう。な、何がいいですかね。曲ですよ、曲。そうそう、ちょっとすごい泣けるいい曲をやってくれるんでしょうね。いや、もうさ、そのくだりねそのくだりね、泣いた場所が傷ついた。そうするとセッションできないからね。なんかセッション、セッション、いや、セッションできるじゃないですか。いや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 、僕あんま自分の曲ばっかやってると自分に腹が立ってくるんで何がいいかな、なんかないですか。あつこさん絡みついてくるアツコさんがコメントで絡みついてる。あー、テニスの手ってことあーマジか、マジか破裂音に聞こえましたよそれは僕じゃない、みんなが悪いと思うみんなって言っても僕じゃないよ、ここだからね少なくともアツコさんとヨウ君と僕はそう聞こえた一瞬で目合わせたね一瞬で目合わせた、恥ずかしかった、うん、心が汚れてやがる。そんなわけねえよな、そんなことはないはずだけど、でも高松さんちょっとにやけてるし、そう、ワンチャンね、かましてきたかみたいないや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 バンされちゃう、バン。なんだろうな、どうしますか。それこそさ、それこそさってなんだよな。あ、それこそさはやばい。僕ね、これみんな知らないかな。お、小袋のステイってわかります。ステイ多分わかんない。あの、すごいいい曲なんですけど、あ、でもこれ、まあいいか、やるか。ステイ すごいいい曲で、それこそ僕がギター始めてなんか人前で歌ったりするとき散々これやってたんですよ。じゃあここでもやったことがある。もうあります。なんでちょっと久しぶりにこれやろうかな。そう、でもね、弾けな、全然こう、でこれも転調するんですよね最後でさ。僕そんな転調なんて対応できないから、その時ギターはあれですもんね。そうだからカポこうやってやってすげえダセーの。いいよ、その時は僕が弾いとくんだ。まあカポは甘えだからねもう全国の弾き語り人に謝れよカポなんかつけちゃロックンロールじゃないぜ。ロック、うん、そうね、まあ、小袋もロックだからね。小袋ロックねいや、めっちゃ笑うじゃん。うへへってなんだよはいはいはい、 B フラから B ってこと。そう、これでもすごいいい曲ですよ。なんか何の曲なんだろう、わかんないですけど、ね、官僚たちの、そうですねそっちも見てるからねそうそう、日曜劇場、 TBS 系日曜劇場、官僚たちの夏主題歌。え、なんすかこれ。そうですね、次のナンバーは小袋、TBS 系ドラマ日曜劇場、官僚たちの夏主題歌です。ミュージックフェアみたい。ミュージックフェアみたいミュージックフェアは違うでしょ。ミュージックフェアじゃないけ、なんかなんだっけ、ミュージックフェアじゃねえな。どっちかというと僕は割とあのカウントダウン TV の、あー、はい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 、カウントダウン TV か、カウントダウン TV、 カウントダウン TV でもないですよね。だからあのほらマイケル富岡、あー、そう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 、マイケル富岡とかがやっ
てね、なれお、お兄ちゃんネットデュエットスタンバイしました。もう早速。じゃあちょっとこの後ネットデュエット挑戦しましょうか。いいじゃないですか。なるほど。アプリはこっちも入ってるんで。じゃあ次のじゃあ枠で調整してからやります。あ、そっかそっか。27分、あと3分。あ、そうだね、これ27分から。さんの言ってるやつなんだろう。さっき B フラって言ってましたけど、薄毛の A シャープって言っちゃダメなんですか。いいですけど、ピアノ的には B フラの方がありがたいし、言い方として。あ、そうなんですか。パッと反応できるのは B フラの方が反応しやすい。へえ。あれ、クラシックがフラットなんでしたっけ。そうそうそう、あんまりクラシックだと A シャープって言わないですよね。へえ。当時僕それがだからギター始めて分かんなくて、うん、コードちげえのあると思ったんですけど、違くねえやんって。お兄ちゃんさんがちょっと今日やっぱ重いらしいです、ネット環境が。みんなセッションしてる。セッション限定ではねえだろ。これすげえ。へへへ、はいはい、多分大丈夫ですね、これ。一応今あのネットデュエットでベースで部屋は作ったんで、入れそうだったら音もらって。画面が途切れ途切れ。あ、こっちが重いって話か。あ、こっちのネットの接続環境はでも、え、どうなんだろう。下がるよ。でも僕ここでモニタリングしてる分には、電力系回線。最近きしめん食べたんですけど、僕冷たいうどんが好きで、はいはいはい、で冷たいのできしめんに行ってくださいって言って来たんですよ。すごい美味しそうと思って食べたら、僕知覚過敏なんですけど、アイスクリーム食ってんじゃねえかってぐらい冷たいのできてこれどうやって作ってんだろうと思って逆に。あ、でも片田とかちゃんと麺なんだけど、うん、冷たさだけってこと、ね、そうそう、冷たさだけ段違いでキンキンに冷たくて。氷水とかかな、やっぱつけてみたいな。まあ締め打ってるのはあると思うけど、一回そう締めるタイミングでつけるんだろうね。なんか多分つゆとかもキンキンに冷やしてあって。あー、器とかはどうだった。器もキンキン。あー、やっぱそういう感じがね、やっぱり逆ラーメン屋さんみたいな感じで、もう冷っていうのが出てきて、うん、でもそういうもんなんじゃん。つかね、そこまで冷たいの食ったことなくて。器ってさ、例えばさ、こう生のジョッキとかもさ、場所によって冷凍庫あるあるある、そういう感じの冷たさも多分そうだと思う。結露してるやつあるよね。そうそうそう、でもそれ美味しくないじゃん。うまかった、うまかったし、ね、ついでにあのカツ丼を頼んだから、あのちょっと寒いなと思ったらカツ丼熱々で食って、うん、結構食うね。うふわって、うん、めっちゃ食うじゃん。あー、なるほ ど、 どういうこと。たまらんねっていうのが、いいね。あの鶴舞公園の近くの、あ、言ってたね、知らねえうどんさん、あ、行きたいっていう。